新潟県糸魚川市の大規模火災から1ヶ月です。現場では瓦礫の撤去作業が続く一方、復興に弾みをつけようとイベントも開かれています。先月22日、ラーメン店から火が出て糸魚川市の147棟が焼けました。現場では今も瓦礫の撤去作業やボランティアによる思い出の品の掘り起こしが続いています。また今日から被災者生活再建支援制度の申請の受付も始まりました。こうした中、地元で水揚げされたアンコウ汁を味わうイベントも開かれています。あっという間に1ヶ月が過ぎたような感じですけど、信じられなかったですけどね。会った時は早く復興進んでほしいです。本当に毎年恒例の催しで一時は中止の声も上がりましたが、復興に弾みをつけようと開かれ、アンコウ汁1000食が販売されました。売り上げの一部は義援金に充てられるということです。